袋だらけだ。己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず、己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。敗れたであろう。こたびは勝てるとでも。勝ってみせよyou
び落とせ。行く。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。
奴らを追いやらねば誠の平和は戻らぬ。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。鷹を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。父上はまだか。船着き場で待とう。叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。酒井家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。
悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても着いてまいれ。変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。蒙古は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより御妻をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて大きい荷だな。行き先は城郭へ。クロード様の勢がいるので。勢がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。このご恩は忘れません。城郭までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。蒙古にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついてこい。税などおりません。日ごとにお前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は頭を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせます。お前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。さあ馬を降りろ。ここからは歩く。御意のままに。我が一族の墓所。坂井家の先祖七代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。
寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし、己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を見上げに。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。我が君と兄願わざる天命に冥土の蓮に出で会うるかも。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。酒井家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする。やります。
めお許しください。傷つけられた仮面は二度と戻らぬ。私を斬れば傷は増す一方、死ぬわけにはいかない。私の過ちを正すおつもりか。お前に恨みはない。これはわし、誉れある最後を遂げたい。その名を語り継ぎましょう。武器武者サトキオサ、我が父、息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。真実となるはいつの日ぞ。
Thank you.
一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。この家紋を見て育ってきたのだがな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ハンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。石川先生はまだ弟子を追っかけてる。俺の帰りを心待ちにしていらっしゃるだろうな。政子殿はどこだ。一族の仇を追ってる。手を貸すって言ったら軽く言いなされたよ。お一人では危ういな。探してみよう。ノリオと話したか。まだ人手が足りないって言ってた。お主とは大綱での用を済まさねばならんな。そうさ、忘れないで。あんたが津島を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。